ヘリコです。先日、西宮市民会館で行われた関西食虫植物愛好会の集会に参加してきました。この動画を見てはる方の中には、門食虫植物の集会常連ですみたいな方、きっといらっしゃると思います。たくさんいらっしゃると思います。で、逆に、集会行ってみたいねんけど、ちょっと不安かなーみたいな、そんな感じで二の足を踏んでらっしゃる方、いらっしゃるんじゃないでしょうか。今回は初心者さんが集会に参加する時の押さえておくべきポイントとか、それから集会の流れ的なものですね、そういうのをピックアップしてみましたので、これから参加予定の方、参考にしていただけれたらなと思います。このチャンネルは食虫植物の提供でお送りいたします。食虫植物のイベントって大きく分けて4つあると思うんです。1つ目がイベント即売会で、2つ目が集会で、3つ目が講演会、4つ目が自生地の見学会、こんな感じですね。で、これらのうち自生地の見学会、これは、食虫植物が自生しているところにみんなでちょっとハイキング的なもので行ってみて、で、まあ本物の姿を見れる、そんな感じですね。で、それから講演会。講演会はこのチャンネルでも何度かアップしたかと思うんですが、土井先生みたいな感じの有識者の先生方の食虫植物に関するお話を聞ける、そういう機会になります。それから集会。集会は愛好者が集まって交流する場です。そこでは育てた植物を展示してみたりとか、販売してみたりとか、そういうことができる感じの会になってます。関東なら、JCPS、日本食虫植物愛好会。それから、食虫植物研究会さんとかの集会。そういうのが有名ですね。関西だと KCPS、関西食虫植物愛好会があります。他にも、愛知、北海道、広島、山梨とかでも、そういう集会が行われてたりとかすることがありますので、今やったあたりは、今回の概要欄にもリンクを貼っておこうと思いますので、またチェックしてみてください。集会は講演会とかイベントとかとくっつくこともありますので、そういう場合は、その主催してはるところのホームページでちゃんと確認してから行っていただけれたらなと思います。で、集会なんですけど、初めて行く時の、勝手に行く側が思ってる壁、垣根、ね、なんでしょう、高い壁があるようなあの感じ。私が初めて行ったのが10年前の西宮で行われた関西集会でした。で、この時は展示品を持って行って OK っていうことやったんですけど、自分の育ててるもんなんかね、飼ってまだ毛生えた程度、毛も生えてないんちゃうかみたいな、もうそんな感じやったんで、もう何も持たずにもうぴょっと財布だけ持って立候補してみたんですけど、初集会の時は開始時間より結構早く会場に着いたんですね。で、西宮市民会館って前に公園があるんですけど、その公園で、まあちょっといろんな人が行き交うのを見てたんですよ。で、そんな中にね、いらっしゃるんです。カバンこうかけてさ、そのカバンの端っこから植物がこうニョキッと出てる人とかね、なんかでっかいプラケースを持って運んでる人とかね、想像つく人もあるんじゃん、誰か。そんな感じの紳士たちを眺めながらガクブルしておりました。とりあえずなんか建物の中でそういう草の会がやってんねんなっていうのは確かやったんで、時間になったらもう腹くくってちょっとそーっと覗いてみたんですよ。で、そのお部屋に入ってみて、第一印象、女子いや、マジでこれやった。ブログにちむちむ食虫植物とかあげとったら、どっからともなく大阪屋さんがなんか来てコメントくれてたりとかしたんで、まずは知ってる人に挨拶してみたりしましたね。で、なんか大阪屋さんに、ヘリコさん、サラセニアに興味ないの?って聞かれて、サラセニア?あ、ないです。ってスコッチャ言った。今どないやねんってな。それから別の方に、もう人持ってんの?
食中でネペンやるっていうねやったらもう持ってて当たり前やねんでっていう感じで、うん、言われました。でそのままその人とはどういう感じで温室を置いたらいいのかっていう風に喋って、でほんまに温室買うんやったらこのネペンあげるわって言って手元にあったネペンもらったんですよね。そうそう、ほんまにやる気があんねんやったら育ててみって言っていただきました。その子は未だに健在です。まあヘリさんの集会参加の思い出はそんな感じです。さて参加するポイント押さえていきましょう。今回は関西集会を例に挙げていきますけど、多分ね地方で行われているものほとんど変わりません。大体同じです。どこもかしこもテンプレートあるんかっていうぐらい、まあ、まあまあまあ同じです。そんな感じなので参考にしていただけれたらなと思います。集会に行くとね、まず最初に入り口で参加人数を把握したりとか、そういうための名簿が置いてあります。でそこの横にお金を入れるところとかがあって、まあ入り口に人がおったりとかしますね。なんでそこで会費払ってお名前を書いてください。あと連絡先かな、今はちょっとコロナの関係で連絡先どうしても必要なんで、メール書いたりとか電話番号書いたりとか、そんな感じです。で2回目からはもうなんか一覧に名前が載ってると思うんで、そこにペって丸するだけで、それ多分1年ぐらいは名簿に載ったまんまになってますんで、1回抜けたからもう1回書かなあかんみたいなことはなかったはず。うん。次に空いてる席に自分の荷物を置いてください。で席確保してください。それから貴重品だけ持って会場の一角に分譲品とか展示品のスペースがあると思うので、そこに行って置いてある植物見てみてください。展示販売の部分の植物は写真撮って OK です。でその辺に多分ね、なんか何も囲ってると思うんですよ、たむろしてると思うので、その人たちにまあ勇気を出して初めて来たんですこんにちはみたいな感じで声をかけてみてください。きっとねシャイな人多いんですよ。まあでも普通に喋ってくれると思います。うん。ネットで知り合った誰かを探すんやったら、ヘリさんってどこですかみたいな感じで、あ待って、あ聞くんはええねんけど、私の顔はこれでバレてるやんな、聞かんでええな来てください。待ってます。その日のタイムラインでやることとか結構変わってくるんですけど、自生地の報告とか植え替えの実況とか、実況実演実演なんかいろんなイベントをやることが多いです。でそれが終わったら展示品の紹介タイムが始まります。ああでもないこうでもない、こうやって育てとるとか、こんなことが起きましたとか、そんな感じでみんなで展示品をワイワイと見る感じになってますんで、なんか育て方とかわからんかったらここで聞いてみるのがいいと思います。まあ、こういったのを含めて育てるとは受け方にちゃうんですね。まあ、3人で最適期を増やしたで、そのぐらいの時期から、まあ、で、休まなくても別に夏色とか言うわけでもないなんと、この日本に一応こういうをこうしていくスペースがない、カモンできる外でこったらかして話します。あの、そのすげえことなんだ、で展示品が終わるとちょっと休憩挟んでから即売会が始まります。時間があるうちに商品把握して値段定めといてください。つばをつけた感じ。ここでの販売はだいたい教習生です。一つの商品に多数の人が手を挙げたらみんなでじゃんけんをして勝敗を決めます。で、勝った人がそれをもらっていけるっていう感じですね。じゃあ、蒲田山の準備ダブル。まず、ビツバから入れたエリアのリノールが、こっちが300円。だから水ごけに巻きますから、そっちになるでしょ。200円。まず300円から行こうか。じゃあ、500円。500円。どっちでもいい。まずでっかいの。今まずこの300円の三つあるかも。はい、はい、大丈夫じゃん。最初はグー。じゃんけん。はい。はい、初期の人。4人。5人。あ、もう一回。もう一回。もう一回。まあハードですよね。あ、ハードですよ。ありがとう。最初はグー。じゃんけん。はい。
はい、グーの人。はい、おー、お二人。じゃんけん、ほい。はい、チョキの人。3人最初はグーじゃんけんほいはい、こうでしょうだったり最初はグーじゃんけんほい入れたって入れたってじゃんけんほい勝ったし嘘なんでやったら最初はグーじゃんけん、はい、勝ってるし最初はグーじゃんけん、はい、残念でしょねえ、たまにね若い女子それから初参加者相手によってはそれが有利に働くこともあります。全く容赦ない時もあります。まあ、容赦ない時が大半なんで、頑張って勝ち取りましょう。ここではね、円滑にちょっと進行を進めるために、育て方とかは後から個別で売ってる方に聞いた方がいいと思いますね。よろしくお願いします。ごくたまーにあるんやけど、めっちゃレア品が出ることってあるんですよ。なんか誰も持ってないとか、どっかの植物園でもう大事に大事にされてきたとか、もうほんとその一つしか世界にないですみたいなのがポッと出たりする。で、そういうのはオークション形式になったりすることがあります。なんでみんなで、はい、いくらいくらみたいな感じで競っていきます。めっちゃイレギュラーなんで、もしそれに立ち会えたら楽しんでみてください。で、他にね、たくさん持ち込んでたりとか、自分のブースですみたいな感じにお席に植物を置いてる人って時々いるんですよ。そういう人は業者さんだったりとか、その販売の時間まで入れないとか、どうしても今日売りに出さなきゃいけないっていう、そういう方がそういう風に置いてたりするんで、もうペペって近寄っていって、これってもしかして今売ってますかっていう風に声かけていいと思います。見ていいですかみたいな、うん、で、販売が終わったら次回のお知らせとか、そんな感じでいろいろやってお開きっていう感じですね。会場借りてるんで、終了時間押し迫ったりするとね、結構バタバタなんですよ。なんで、撤収作業ですね、まあ、手が空いてたら手伝っていただけるとすごく嬉しいです。で、コロナでね、最近はちょっとがっつり表立てはやってないんですけど、仲間内と言いますか、メインメンバーで打ち上げというか、まあまあ夕飯ちょっと食べてから帰ろうかみたいな、そういうこともやってますんで、コロナが終わってみんなと仲良くなってっていう感じになったら、ぜひ参加してみるのも楽しいと思います。流れはこんな感じですね。伝わったかなここからは集会についてよくある質問みたいなのに答えていきたいと思います。はい、1つ目、事前に参加予約は必要ですか？これね、必要ないです。集会はいりません。参加費持って突然フラーッと現れてください。講習会とか自生地の見学会とか、結構ね、予約が必要なタイプのものも中にはあるので、なんでそういう場合ちょっとホームページでちゃんと確認してからの方がいいと思います。集会は基本参加の予約は必要ないです。はい、2つ目、展示販売品ないです。あ、構いません、問題ないです。もうほんまにいらないです。むしろね、じゃんけんで買って持って帰ってください。勝ち取ってください。楽しんでください。3つ目、開始時間に間に合いません。それから終了時間まで入れません。あ、もう全然途中参加でも途中退場でも、もう全然 OK です。大丈夫です。もう気にせずおいでやすって感じですね。あ、いやいや次、顔と名前が一致しません、覚えられません。あ、もうね、何年も参加したらいいと思いますなんとかなりますでね、1周回で1人覚えるぐらいの、そんなゆるい感じで行って大丈夫だと思います、ね、参加を重ねてこそ覚えれるものもありますしね。うん、コミュ障です。自分の顔に自信ありません。いるんですよね、これ言う人。でもね、安心してください。私たち草しか見てない。変態しかおらんから草しか見てない。もう持ってくる人、あ、こういう人が持ってきたなぐらい草メイン、ほんまに、うん、
コミュニケーションはね、食虫植物が取ってくれますのでね、安心してください。どういうことやねん。とにね、近くで集会やってませんだよね。そうなんだよね。もうでもね、諦めたらそこで試合終了ですよ。うん、遠征して一回どっか参加してください。で、参加してノウハウというか、もう流れというか、まあそんな感じのをゲットして、ぜひ地方開催主催してください。もうね、近くにね絶対趣味が隠れてるから、ほんまにやってみて。うん、というわけで今回は食虫植物の集会の流れについて語ってみました。もしこの動画で初めての参加で躊躇しとってっていう、そういう人の垣根をぶんどって、あのちょっと次参加してみようかなっていう勇気になったとしたら、すごい嬉しいです。ぜひ参加してみてください。それでは皆様、良き食虫植物ライフをお過ごしください。ほなまたね。食虫植物専門のチャット、食虫植物友の会が LINE オープンチャットにて全体公開中です。育てていてわからないことを聞いたり、趣味家がイベントや自生地の報告をしたりなど、初心者さんや普段なかなか愛好仲間を見つけられない方にもおすすめのオプチャになってます。食虫植物が好きな人のご参加お待ちしております。気になる人は食虫植物友の会で検索してください。